ではここからは今日の川崎競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。バトルが終わってスタートしました。まず前に行くのは内から5番のゴールドキャット。内からは1番パブリックドメイン並んでいきました。3番手3番のヤンチャキ、内を通る2番イチゴミルク、並んでかわしていくのは6番ウィアサクラ、その後ろ8枠2頭フォルベア、当選イザベル並んでいって、内から迫っていくのは4番のハイランドハニーと間は7番のフロイントシャフト、後ろは広がっています。前は3コーナー、5番のゴールドキャット抜けてリードを3馬身ほど、1番のパブリックドメイン2番手400の標識を通過、さらに離れました。6番ウィアサクラは現在3番手、その後方から2番のイチゴミルク、外を通って3番ヤンチャキ、4コーナーから直線。5番のゴールドキャットが先頭、追ってくる1番パブリックドメインがじわじわ差を詰めてまいりました。3番手は6番のウィアサクラ、前は1番のパブリックドメインが捉えるか、粘って5番のゴールドキャット2頭の争いになっていますが、3番手から6番ウィアサクラ、3番手から2番手接近を追い込んでくる4番のハイランドハニー、2番抵抗広がった、1番のパブリックドメイン先頭ゴールイン。払い戻し金です。第1レースを勝ったのは1番パブリックドメイン、デビュー5000名初勝利です。鞍上は三輪堂信彦騎手、レースタイム55秒3でした。11頭揃ってスタートしました。まずは4番のハピネスライズ、内からは1番ニアトリスが出ていきます。さらには6番の五輪が続いて今3番手、内から2番カモンベイビー、あとは8番デア、外側並んで9番シルバーグラスで1コーナーカーブ、内を通って5番ヨイチビーム、直後追走7番シェルメール、外からは当番時のステラ、あとは3番ピカレスクスマイル、最後方11番サイレントシーで、前は2コーナー固まった馬群です。先頭1番リアトリス、リードは1馬身ほど、4番ハピネスライズが2番手、2コーナーから向こう正面、3、4番手6番ゴリン、内を通る2番カモンベイビー、さらに1馬身半差、前から5頭目が8番デア、800を通過、間が空いて9番シルバーグラス、並んでかわしていこうという当番時のステラ、それから7番シェルメール、内側少し後退5番ヨイチビーム、並んで3番ピカレスクスマイル、離れまして11番サイレントシー、しんがりを追走。前は3コーナー、先頭1番リアトリス、並んでいくのは4番のハピネスライズ、外から6番の五輪迫っていきました。前3頭広がってきて400の標識を通過、内目を狙って4番手2番カモンベイビー、あとは8番のデア、外から追い上げる3番ピカレスクスマイル、4コーナーカーブから直線。前は4番のハピネスライズが先頭に変わるか、食い下がって1番リアドリス、内をついて2番のカモンベイビー、前に迫ってきた、あとは後方から追い込む3番ピカレスクスマイル、6番の五輪、前は4番ハピネスライズが受けました、2番手以下、内から2番のカモンベイビー2番手に上がってくる、追い込む3番ピカレスクスマイル、先頭4番ハピネスライズゴールイン。払い戻し金です。第2レースを勝ったのは4番のハピネスライズ、転入5000目南関東初勝利です。鞍上は藤江渡る騎手、レースタイム1分32秒2でした。収まります。9頭揃ってスタートしました。まずは何が出ていくか、1番ラブ&ヨーコ、3番シンキングムーンが並んでいきます。外から前に上がっていくのは9番未来への扉、それから5番のユラニスが続いて、並んでいく7番ペイシャハミングで1コーナーカーブ、2番クラムチャウダーが内々、後方から4番ビューティー、外を回すのは8番ノーブルブレイド、内を通って当番マヌイーヤ、前は残り1000の標識を通過、先手3番シンキングムーン、リードは1馬身半ほど、2番手以下は固まって9番未来への扉、外は7番ペイシャハミング、内を通る1番ラブ&ヨーコで向こう正面、1馬身差5番ユラニスが続いています。それから2番クラムチャウダー800の標識を通過、後方もあまり差がなく、外から8番ノーブルブレイド、そのうちに4番ビューティー、最後方1馬身半差、当番マヌイーヤ、先頭からしんがりまでは7、8馬身の圏内で、前はこれから3コーナー、先頭3番シンキングムーン、リード1馬身ほど、外から迫ろうとするのは7番ペイシャハミング、さらには並んで9番未来への扉、3、4コーナー中間400の標識を通過、内から1番ラブ&ヨーコ、外から上がってくるのは8番ノーブルブレイド、前に接近して4コーナーカーブから直線です。3番シンキングムーン、並んで1番ラブ&ヨーコ、外からは8番ノーブルブレイド、4番抵抗若干離れていますが、追ってくる2番のクラムチャウダー、先頭1番ラブ&ヨーコ、外から8番ノーブルブレイドが2番手に上がってくるか、食い下がって3番シンキングムーン、あとは2番のクラムチャウダー、先頭1番ラブ&ヨーコ、1番ラブ&ヨーコ先頭ゴールイン。払い戻し金です。
第3レースを勝ったのは1番のラブ&ヨーコ、デビュー18戦目初勝利です。鞍上は岡村博騎手、レースタイム1分32秒2でした。枠入り終わってスタートしました。と1番エンリグロリア、つまずきましたが立て直します。前は3番ウルリヒト、外から内を見ながら当番アキコの夢を前に上がっていきました。さらには17番末広ドラ、あとは11番コンステレーションも先団に取り付きまして、先団のやや後ろから9番イダテン、それから7番のケルサス、並んでいく4番シュメッターリング、1コーナーカーブ、8番デルマダイヤモンド、5番のサンベリーニャ外を回しています。あとは後方から2番シャイニングアポロイカ、前は 1,2 コーナー中間残り1000の標識を今通過していきます。先手当番アキコの夢をリードは1馬身で、12番末広ドラ2番手、並んで11番コンステレーション2コーナーから向こう正面、1馬身半差4番手3番ウルリヒト、それから9番イダテン、内からは4番シュメッターリング、並んでいく5番サンベリーニ、2馬身差後方から泳げる6番ジェイリー前に上がっていきます。あとは8番デルマダイヤモンド、並んで2番シャイニングアポロ、離れて後方勢1番エンリグロリア、交代したのは7番ケルサスです。前は3コーナー、先頭は当番アキコの夢をリードを1馬身キープしている。外から上がってきた6番 JD2 番手、2番手から前に迫っていこうとしています。並んで前に迫っていくのは11番コンステレーション400の標識を通過、あとは内を狙う3番ウルリヒト、その後方に12番末広ドラ、あとは後方から4番シュメッターリング、4コーナーカーブから直線です。前は当番アキコの夢を迫って11番コンステレーション、コンステレーション前に迫ってきた、間を狙うのは3番ウルリヒト、あとは外から追い込む12番末広ドラ、その後方間を狙うのは8番デルマダイヤモンド、マシを伸ばしてくるが、先頭当番アキコの夢を2番手以下、デルマダイヤモンドは内から3番ウルリヒト、先頭はアキコの夢を逃げ切ってゴールイン。払い戻し金です。第4レースを勝ったのは10番のアキコの夢を、南関東初勝利です。鞍上の岡村博騎手は3レースに続き連勝です。レースタイム1分39秒5でした。枠入り終わってスタートしました。2番のゴールドレーベン幾分好スタート、外から11番ベニヒメが並んでかわして花を切っていきます。さらには7番のマニフィックブリエ前を追っていきまして、外からは8番の競泳側な9番カミニート、前に迫って前4頭広がって1コーナーカーブ、直後2番のゴールドレーベン、並んでいくのは6番エーススパークル、前は 1,2 コーナー中間残り1000の標識を通過、先手11番ベニヒメ、並んでいくのは7番マニフィックブリエ、1馬身差、外からは8番競泳ガバナー3番手向こう正面、内に6番のエーススパークル4番手、それから9番のカミニート、若干間が空いて2番ゴールドレーベン、その後ろは3番ハービーブロッサム、1番タツノキララ続いています。内からは当番エースオブリターンで、外から前に上がっていくのは5番のアンコロモチ、さらには12番 TK クロス、後方離れました4番アークティアラ、これがシンガリオ追走。前は3コーナー、先頭11番ベニヒメ、リードは2馬身から2馬身半、単独の2番手が8番競泳ガバナー、前を追っていって 3,4 コーナー中間400の標識を通過、3番手に5番のアンコロ持ち上がってまいりました。その後ろの圏内6番エーススパークル、4コーナーカーブから直線、先頭11番ベニヒメ、リードは3馬身4馬身広がりました。2番手が8番の競泳ガバナー、3番手以下は広がって追ってくる5番のアンコロ持ちと3番のハーピーブロッサーを追い込んでまいりました。先頭は逃げる11番ベニヒメ、リードは十分だ、外から3番ハーピーブロッサムが2番手に上がってきた、3番手8番の競泳ガバナーか、先頭11番ベニヒメ逃げ切ってゴールイン。払い戻し金です。第5レースを勝ったのは11番のベニヒメ、デビュー2戦目初勝利です。鞍上は笹川翼騎手、レースタイム1分33秒0でした。ゲートイン完了、スタートしました。6番のブラントン、外から内へと入っていって先行体制、4番のカルフレグランス2番手につけました。8番マイプレシャスワンが現在3番手、その後ろは7番のテガタナ、内を通って5番の鬼殺隊が追走しています。外から前に巻き返していくのは1番レジーナレッド、あとは3番リオレイヤで1コーナーカーブ、馬群から離れました2番フォーリボスシンガルを追走しています。8頭ですが縦に長い展開で、前は残り1000の標識を通過、先手6番ブラントン、リードは1馬身半、2番手に4番カルフレグランス、1馬身差3番手が7番テガタナ、2コーナーから向こう正面、さらに1馬身差8番マイプレシャスワン、あとは1番レジーナレッド、間が空いて3番リオレイヤー、5
5番の鬼殺隊が後ろから2投目、最後方2番フォーリボス巻き返して後ろから2投目に上がっていきます。先頭から新狩までは8、9馬身で若干間隔詰まって、前は600の標識を通過。これから3コーナー、前は6番のブラントンに並んでいく4番カルフレグランス。カルフレグランスが前に出るか、前は2頭並んできて2馬身差、3番手追い上げる2番フォーリボス、後方から追い上げて3番手400の標識を通過。内を通る7番手刀、並んでいくのは8番マイプレシャス番です。前は4コーナーカーブから直線、4番のカルフレグランスがここで先頭に変わります。食い下がって6番のブラントン、3番手以下やや離れましたが2番のフォーリボスを追ってくり、現在3番手、その後方から7番手刀、並んでいる8番マイプレシャス番、先頭4番カルフレグランス抜けました。6番ブラントンが2番手、3番手2番フォーリボス体勢決しました。カルフレグランス先頭ゴールイン。払い戻し金です。第6レースを勝ったのは4番のカルフレグランス、デビュー7戦目初勝利です。鞍上は山崎誠司騎手、レースタイム1分37秒8でした。ゲートインが終わりました。スタートしました。前は7番フォルノーバ、外からは9番グローリアスクナー出ていきます。さらに真ん中に6番のシュトリン、内の方から5番アクトレス、3番シンデレラマキ、外を通っては10番ボルドーベルチ、後位固まって、この一段に8番のエメラルディ取り付いていきます。前に上がっていきました。あとは11番四葉姫、12番スカイルーク、後方は2番のシエスタキー、外並んで4番ヒルド、1頭やや離れて1番トラモンタン最後方です。3、4コーナーの中間へ、前は9番グローリアスクナー、外から10番ボルドーベルチ、間から8番エメラルディ、その後からはアクトリス、4コーナーカーブから直線、その後ろの圏内にシュトリン、そして3番のシンデレラマキです。前の争いは10番ボルドーベルチ、8番のエメラルディ、2頭の追い比べに、外から5番のアクトリス、内の方をついては3番のシンデレラマキも追い上げてくる。前の争いは10番ボルドーベルチ、エメラルディ、シンデレラマキ、内からシンデレラマキ、ゴーリン。払い戻し金です。第7レースを勝ったのは3番のシンデレラマキ、鞍上は酒井誠司騎手、レースタイム54秒8でした。収まって準備完了。スタートしました。前は5番のモッキンバードヒル、外から出口をくれて10番のエスカマリ、さらに内からは2番のゴールドレガーメ、3頭横に広がります。さなくインコース、1番のリクビール、その後からは9番君に会いたい、1コーナーカーブです。その後中段広がって4番バハグンに、7番ノボミラクル、11番スターオブブラッド、後方勢少し離れて6番デルマコンゴを後方3投目、あとはまだ開きました3番イナスマエミール、8番新東松並んでいます。縦流れ向こう正面、先頭2番ゴールドデガーメ、リードは1馬身、5番モッキンバードヒルが2番手、1番リクビール3番手、後続が固まって殺到していきます。11番のスターオブブラッド、それから10番エスカマリ、7番のノボミラクル、さなく9番の君に会いたい、ここまでほぼ一覧です。あとは2馬身差で4番バハ軍に、さらに2馬身差6番デルマコンゴを後ろも追い上げて3番イナズマエミール、8番の新東松続いています。馬群は3コーナー、先頭2番のゴールドレガーメ、リードは1馬身で残り 400m を切ります。2番手ムチが飛ぶ、5番モッキンバードヒル、3番手のインコースに7番ノボミラクル、前を追っていきます。4コーナーカーブから直線、その後はやや空いて1番リクビール、さらには9番君に会いたいが追っている。先頭は2番のゴールドレガーメ、粘っている、リードは1馬身に追って詰まってノボミラクル、懸命に前を追っている。3番手からは1番のリクビール、1番のリクビールが3番手、懸命に前を追っている。前は2番のゴールドレガーメ、外7番ノボミラクル、最後は並んでゴーイン。第8レース勝ったのは7番のノボミラクル、 JRA からの転入初戦、人気に応え南関東初勝利です。鞍上の山崎誠司騎手は2勝目を挙げています。レースタイム1分32秒0でした。収まって9頭ゲートの中スタートしました。やや8番のエイシンバイエルン遅れましたか。前は1番のプリズムリバー、出口遅れて主張して先頭に立ちます。ついていくのは7番ニューエクスプレス、2番手2馬身差で3番ネレイスフラッシュに固まって2番アスクベリベル、この外を通って4番ラストブラッサム、1コーナーカーブです。後ろ9番ビスタストリカ、巻き返した8番のエイシンバイエルン、内を通って5番のストロングチェイン、6番イッチショータイム少し離れて最後方です。2コーナーから向こう正面へ、
先頭1番プリズムリバーリードは1馬身半、7番ニューエクスプレスが2番手、差を詰めてくる4番ラストブラッサム、外インコースは2番のアスクベリウェル、その後1馬身差中段に3番ネレイスフラッシュ、外から上がっていく8番のエイシンバイエルンです。あとは後方勢5番のストロングチェインに固まってきて、9番ビスタストリカ、6番のイッツショータイム続いていきます。馬群3コーナーカーブ、先頭1番プリズムリバーリードは1馬身キープ、2番手7番ニューエクスプレス、そして4番のラストブラッサムが並んでいって前3頭抜け出して、これから4コーナー2馬身から3馬身の差で2番アスクベリウェル4番手、あとは8番エイシンバイエルンで直線コースに入りました。逃げている1番プリズムリバーに追っているニューエクスプレス、さらに外から4番のラストブラッサム、その外をついては2番のアスクベリウェルも前との差を詰めてくる、粘っている1番のプリズムリバーですが、外から4番のラストブラッサムが捉えて先頭に変わります。4番のラストブラッサムが先頭で合輪。払い戻しピンです。第9レース勝ったのは4番のラストブラッサム、人気に応え再転入初戦で勝利しました。鞍上は本田正重騎手、レースタイム1分30秒後でした。収まって準備完了です。スタートしました。外押している11番マットシェリー、この内からは8番クレイシービクトリー、さらには9番大勢シャイニー、差がなく4番モンゲー鋼、さらには1番アップドラフトに7番ゴールデンオパール、その後からは3番テンエアースに6番ブルベアダイス、あとは2馬身から3馬身開いて5番バルコダベーロ、後ろも離れて2番マナーズマジック、10番レイトブルーミング並んでいます。3コーナーのカーブです。前は11番マットシェリーが先頭、リード体半分、8番クレイジービクトリーが2番手、3番手に9番大勢シャイニー、外内を通って4番モンゲー鋼、その後からは7番ゴールデンオパール、4コーナーカーブから直線、先頭11番マトシリー、リードは1馬身半、2馬身と広がります。2番手以下内をついてくる4番モンゲー鋼、外からは大勢シャイニーに、さらに外からゴールデンオパール追ってくる、粘っているマトシリー、外から迫る大勢シャイニー、さらには4番モンゲー鋼、前広がって合輪。払い戻し金です。第10レースを勝ったのは11番のマットシェリー、鞍上は上岡澄騎手、レースタイム54秒2でした。第11レースは準重賞スパーキングサマーチャレンジ、ご覧の9頭で行われました。収まってゲートイン完了、スタートしました。前押しています4番ファルコンビーク、内からは2番のファーストスキップ、出口をくれています。ファーストスキップファルコンビーク、前を行かせて2番手、その後接近5番のブラックジョー、3番手の外目、前の3頭広がります。直後に1番アギと7番のフワトロ5番手、後ろ2馬身差で9番アイエムレジェンド、中段を進みます。あとは4馬身から5馬身相手、8番マイネルナイペス後方から3頭目、6番超大輪、3番クラトリガー最後方です。9頭縦長の馬群で2コーナー回ります。前は2番のファーストスキップ、そして4番ファルコンビーク、1馬身差で5番ブラックジョー3番手、向こう正面へ前3頭固まっています。2馬身差で1番のアギト、その後7番フワトロに9番アイアムレジェンド、後ろは3馬身から4馬身、8番のマイネルナイペス後方は開きました。3番クラトリガー、6番超ライリンが最後方追走、後位が固まっていきます。3コーナーのカーブ、先頭は4番のファルコンビーク、リードは体半分、並んでくる5番のブラックジョー、その後は1馬身半差、3番手に押し上げている9番アイアムレジェンド、その後に1番アギと4番手、さらに後方に7番フワトロ、追い上げてくる8番マイネルナイペスで4コーナーカーブから直線、4番のファルコンビーク先頭を振り切りにかかります。リードは1馬身から1馬身半、追って5番のブラックジョーに、外からマイネルナイペスが伸びてくる、さらにはアイアムレジェンドも前を追ってくる、2番手以下は広がって先頭のファルコンビークを追っている、前は4番のファルコンビーク、外を伸びる8番マイネルナイペス、9番のアイアムレジェンド2番手に上がった、マイネルナイペスが先頭で合輪。払い戻し金です。第11レースを勝ったのは8番のマイネルナイペス、鞍上の山崎誠二騎手は今日3勝目を挙げました。レースタイムは1分42秒0でした。ゲートインが終わりました。スタートしました。
3番のグリターテソード、まずは押して出ていきます。追っていく2番手以下は広がって、5番アテンコール、6番バロスレガシーに7番の TK メイト、5番のアテンコールが先頭の3番グリターテソードに迫ります。2番手、その後2番のピエナビーチ、これも後位の一角、差がなく4番北山椿、1コーナーカーブ、8番のミュークデクルスがしんがりを追走していきます。7頭1、2コーナー中間から2コーナー、5馬身、6馬身くらいの圏内です。先頭3番グリターテソード、リードは1馬身、5番アテンコール2番手、3番手4番手、2番ピエナビーチ、6番のバロスレガシー、向こう正面に出ています。その後は1馬身半差、4番の北山椿、また1馬身半切れて外を通って7番の TK メイト、少し押して押し上げていきます。内を通っては8番のミュークデグルス、この馬がしんがり、まもなく残り 600m を切ります。先頭3番グリターテソード、リードは1馬身半、2番手に5番のアテンコール、内から差を詰めて2番ピエナビーチ、3コーナーカーブ、2馬身から2馬身半差ができて6番のバロスレガシーやや後退していきます。後方勢は固まって4番北山椿、この圏内7番 TK メイト、馬群は4コーナーカーブに入っていきます。先頭3番グリターテソード、4コーナーカーブから直線、リードは1馬身に、追ってくる2番のピエナビーチ、さらに外から5番のアテンコールが今3番手、後方からは TK メイトが追っている、前は一気に変わって2番のピエナビーチが先頭、リード2馬身3馬身と広げていく、3番グリターテソードが2番手、3番手に5番のアテンコール、先頭2番のピエナビーチ合輪。払い戻し金です。第12レース勝ったのは2番のピエナビーチ、人気に応えました。鞍上の笹川翼騎手は今日2勝目を挙げました。レースタイムは1分35秒9でした。ここまで今日の川崎競馬を振り返りました。